はい、お疲れ様でございます。今日もちょっと帰りが遅くて、今の時刻は10時40分です。飲んでいこうと思います。で、帰りに目薬を買いにザグザグへ寄ったんですが、なぜか酒売り場へ直行してしまいました。そうすると、あるウイスキーが値段が安いと思ってレジに並び買って帰りました。目薬はありません。で、今日飲むウイスキーはじゃじゃん、大好きなバスカー。もうこれ何本目でしょうかね。もうめちゃめちゃ飲んでますね。あの、初めて去年9月10月ぐらいに初めて買って、もう4本目ぐらいですかね、バスカーを飲んでいきます。めちゃくちゃやっぱりこう定期的に飲みたくなる。しかも、ザグザグというあのドラッグストアで、今日2180円、だいたい酒屋行っても2400円ぐらいで売ってるんですけど、もうほんと2180円台はよそでは見ないですね。あー、いい香りだ。よいしょ。今回は、よいた。まあ、多分皆さんもこの超今有名、炭酸をください。久しぶりに忘れ物です。待ちましょう。ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃ楽しみ。やっぱりあのハイボールもちょっと気持ち丁寧に作ると美味しくなってるような気がします。皆さんはどうでしょうか。うわー、マジで久しぶり。バスカー言っても1ヶ月ぶりぐらいかな。では今日もお疲れ様でごした。皆さん乾杯。おいしい。あ、おいしい。なんかあのアイリッシュ、なんか紳士な男性の味なんていうのかな、なんかそんなイメージですね。おいしいです。甘い。さて、今日のつまみは生エビのたたきです。もう何度も登場してます。多分生エビのたたきというより、こう生エビの
崩れっていうんですかね、形がちゃんと整ってないやつをなんかこういう風にしてあのスーパーで売ってるんじゃないかなと思います。でも十分です、味は一緒。いつもの刺身醤油にわさびをのっけていただきます。うん、うまっ。うまっ。やばい、エビ1個でいっぱいいける。遅くまで仕事したんですが疲れがすっかり取れました。明日も頑張れそうです。今日も大変うまっ。